ハリー・キャラハン、ハリー・ハロルド・フランシス・キャラハンは映画、ダーティ・ハリーシリーズの主人公である。シリーズを通して、クリント・イーストウッドが演じている。アメリカン・フィルム・インスティチュート、AFI が企画した、AFI アメリカ映画100年シリーズでは、アメリカ映画のヒーローベスト50で17位。彼のセリフ、ゴ e ア・ヘッド、メイク・マイ・ a ー。やれよ、楽しませてくれが。 アメリカ映画の名セリフベスト100で6位にランク、入れている。1930年サンフランシスコ生まれ、作中で具体的に描写されることは少ないが、気質や風貌、名前からアイルランド系とされる。サンフランシスコ市警察本部捜査課に所属する刑事、階級はインスペクタ、一般には警部、警視、警視庁クラスの高級幹部のことだが、 ハリーの属するサンフランシスコ市警察本部では、巡査長クラスの刑事の階級、職名。ただし、第2作目と4作目で吹き替えでは、警部と呼ばれている。一般のディテクティブにあたる。アメリカ合衆国の警察階級。バッジナンバー2211。普通は、他人が嫌がる汚れ仕事ばかりしているので仲間ないから、ダーティハリー、汚れやハリーとあだ名されている。 第2作目、1973年の時点で、新顔として、サンフランシスコ市警本部にやってきてから近続10年。捜査の手段を選ぶことはなく、時に暴力に訴える場合もある。法律が完全ではないため、自身が望む捜査が行えないことや、犯罪者が野放しにされる状況を歯がゆく思うことは、あるが、法律を守る主義であり、逸脱や過激な行動は、 自らが辞職などによって責任を負う覚悟の上である。犯罪者の射殺を躊躇はしないのもあくまで捜査上の行動に限った話で撃たれる前に撃ったことはない。したがって正体を隠しての死刑や暗殺などに対しては断固反対であり、シリーズ第2作で警察内の秘密処刑集団に勧誘された際には激しい怒りを見せてこれを拒絶している。 犯罪被害者の立場を尊重する傾向が強く、シリーズ第四作のラストではその心情と上気の信念が微妙なバランスを見せ、それまでにない判断で事件を決着させた。犯罪者も舌を巻く、抜け目のなさを持ち、社会のありようそのものに深い絶望を見せながら、警察官であり続ける理由は、言っても信じないだろう。皮肉屋で人間嫌いのひねくれ者を装っており、 特に新米の同僚、マスコミ関係者に厳しい態度をとってみせる。が、一旦相手を認めれば、真偽に厚く、優しい面を見せることもある。一方で、上司、上役など上の人間にとっては極めて扱いにくい。人間であり、主張ほどの権力者に対しても、決して主張を曲げない意地の持ち主である。劇中で相棒となったのは、名前だけ語られた人物も含めると、 ビートジック、パンドゥーシ、チコゴンザレス、アーリー・スミス、フランク・ディジョージを、ケイト・ムーは、アルクワンの7名。しかしパンドゥーシ、アーリー、フランク、ケイトの4名は殉職。ビートジックは負傷して入院。チコはハリーをかばって、重傷を負って引退。生き延びて、刑事を続けているのが確認できるのは、ある一人のみである。そのため、死刑本部では、何日、 ハリーの相棒を続けられるかで、博打が行われているほど。劇中では独身。妻を夜遅く車を運転してたら酔っ払い運転が突っ込んできた。妻には何の落ち度もなかった事故で亡くしており、映画では、脂質ベッド脇の写真やハリーのセリフで我がに触れられる程度。シリーズ第3作で自身の結婚について問われた際、まともな女はみんな逃げ出してるよと。 自虐的な言い回しで否定しているが、複数の女性と関係を持っている。子供相手には笑顔を見せることもある。射撃、特に拳銃を使ったコンバットシューティング、実戦射撃には超一流の腕を誇っており、死刑の射撃コンテストでは長年チャンピオンの座を維持した。他にも失踪するバスの屋根に、立教から飛び乗る運動神経、自分より、 若手の刑事に負けない体力の持ち主。格闘技にも長けており、特っくみ合いになっても殴り勝っている。タバコは吸わず、酒はビールのみ。これは、ハリー・キャラハンを演じるクリント・イーストウッド本人に共通する。朝は、行きつけのダイナーで、ドーナツとブラックコーヒー。昼と夜は、ジャフィーの店、ジャフェースで、ホットドッグを食することが多いらしい。服装は、 ツイードジャケットにパイプドステム、細身のウールスラックス、プレーン等、つま先が丸く平らで飾りがないの革靴という、制作当時の1970年代に流行していたアメリカントラディショナルで統一している。第一作目で着用していたサングラスは、レイマンのバルラマというモデル。キャラクター創造は、夫妻による合作、スミスウェッソン M29。 44マグナム6.5インチ重心長のブラックモデルを愛用。1970年代当時の S&W 社の最高級モデル。後継44。44S&W マグナム6連発。シリーズ第一作でのこれは世界一強力な拳銃だのセリフが有名。シリーズ第二作では弾薬はライトロードスペシャルを使っているから。 357マグナムより扱いやすいと火薬の量を減らした特別創薬弾を使用している胸のセリフがある。またシリーズ第3作では貫通力を高めるために使用している。と劇中で語っているため弾薬を2回変更している模様。シリーズ第2作では犯人の乗った車と共に爆発し、シリーズ第4作では暴漢に襲われた時に海に落としている。 その後、シリーズ第5作では再度、M29 を使用。つまり買い替えており、M29 は3代目ということになる。ただし、第4作の終盤は、44オートマグを使用している。これは、かつてその妻の命を助けた、鉄砲タン屋から送られた特注品で、市販モデルより重心が1インチ長く、シルバーモデルで表面が磨き仕上げになっている。 1> 第1作目では、世界一強力な銃であるとセリフがあり、2作目では、冒頭に、最高のパワーを持ったピストルと紹介されている。3作目以降では強力な銃というセリフは影を潜める。3作目では、相棒のムーは刑事に、なぜ大光景を持つのを尋ねられ、狙った獲物を逃したくないからと語り357、マグナムや38光景離。 この街に向いているとも言っている。4作目以降は威力については触れられなくなっている。同作ではギャング組織の車で襲撃を受けた際、44マグナムで反撃するものの防弾ガラスに、まれ、窮地に追い込まれる。結果的にこれがオートマグ登場の伏線になった。同作では蒸気にあるように M29 を紛失し、クライマックスでは44をオートマグに譲っている。 5作目では、銃の威力については全く触れられていない。ちなみに、ラストで使用する武器は、序盤から中盤にかけて一度使用するという法則が、第3作以降は踏襲されている。実際、第3作では、中盤に登場した M72 ローが、第4作は射撃練習中に登場した44、オートマグ、第5作では、中盤に一度使われた。 捕鯨銃で犯人を仕留めている。さらに、各シリーズ終盤での犯人との戦いや、劇中のストーリーに付随する犯人を追い詰めるガンビット等で、追跡でどのくらい発砲したかという残弾が焦点となっていることが多い。これは全シリーズに共通して見られる演出である。犯人に奪われて発砲させるケースやハリー自らが発砲するパターンも含まれる。それゆえ、 発泡数と残弾が合致した結果を迎え、論理的な演出がなされていることが狙い得る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。